あの災難が起きた時、耳に響く轟音以外ロビンには何も聞こえなかった。でも彼女は知っていた、母親が歌っていることを。その唇は動いていて、その胸は起伏していたから、きっと大丈夫。音のない願いが聞こえた。ロビンはいつかもっと大きなステージに立つ。ロビンの歌がみんなに届いて、みんながロビンと一緒に歌うんだ。それを言うなら私たちとでしょ。美しい余韻の後にはかすかな雑音もあった。逃げたいと思いながらも、結局彼女は足を止めた。守りたい自分、入れたい自分、リオ、彼女は諦めたくなかったの。先生、私ロビンさんに歌を聴かせたい。これも叶えられるかな。もちろん、今から歌いましょうか。きっとすごく気に入ってもらえるわ。